皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルに分かりやすくお伝えします。世界的な高等教育評価機関である QS が発表した世界大学ランキングによると、フィリピンの5つの大学がランクインしました。このランキングは104の国と地域、1500の大学が対象です。最高順位はフィリピン大学で404位となり、昨年の調査から8ランクアップです。アテネオ大学は563位でした。その次はデラサル大学で681から690位にランクインしました。フィリピンの大学は国際的に雇用主の評判と雇用の可能性の高い卒業生によって評価が高まりました。私は仕事の関係でデラサル大学の学生と共に過ごす機会が結構あったのですが、日本の大学生よりも想像力が豊かでイノベーション創出に向いていると感じました。あと理由はあえて説明しませんが、デラサル大学のフィリピーナはめちゃくちゃ可愛いかそうでないかのどちらかでした。ちなみに日本の最高ランクにつけた東京大学は28位でした。フィリピン観光省の契約広告代理店である DDB フィリピンは、観光促進ビデオで他の国の映像を使用したことに対して謝罪しました。このビデオはラブザフィリピンキャンペーンの一環であり、インドネシアの棚田、アラブ首長国連邦の砂丘、スイスでの航空機の着陸などの映像が含まれていました。フィリピン観光省は現在この件の調査を行っています。なんともフィリピンらしいというか、笑ってしまうニュースですね。細かいことは気にしないフィリピンの国民性を感じますね。フィリピン国家警察によると、パキスタン人3人とルーマニア人1人がフィリピン国旗に対する冒涜行為の疑いでカビテで逮捕されました。容疑者たちはフィリピン国旗を引っ張り破損させた後、キャンプ近くの草地に捨てたと報告されています。ベンジャミン・アコルダ警察庁長官は、フィリピン国旗への冒涜行為は重大な違反であり、国の名誉と尊厳を守る義務があり、このような行為は罪に問われると述べました。この外国人たち、やってしまいましたね。今頃モンキーハウスの中で週刊誌たちからフルボッコにあっているのは間違いないでしょう。フィリピンのルセナシティの灌漑用の水路で妊娠5ヶ月の胎児が発見されました。発見した住民が心配してバランガイに報告しました。バランガイ議長が警察に通報し、現在母親を捜索中です。警察はこの胎児が中絶された後に捨てられたと推測しており、この恐ろしい発見に関して情報提供できる地域の人々を探しています。フィリピンではこの種の事件は宗教的にも滅多に起きないと思っていたので、とてもショッキングなニュースです。フィリピンのレストランなどで支払いをするときにはビルアウトという表現がよく使われます。お勘定してくださいの意味で使っているようです。アメリカではチェック、イギリスではビル、どちらもお会計の意味となりますが、フィリピンだとなぜかビルアウトという表現が使われています。フィリピン通になりたいあなた、ぜひお会計の時にビルアウトを使ってみてください。ちなみに手の形は四角にして紙幣をイメージさせると、もはや完璧なフィリピン通になれますよ。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。